メルハバのりです。僕は今ねカッパドキアっていう町に到着しました。ここはね火山灰でできたねキノコの山みたいなところがね有名なんですよね。なんかこんな感じでねちょっと見えるでしょ。これね実は火山灰でできてて、昔ね何千年も前に火山灰が降り注いで、それでねなんか人が掘ったりとか風とか雨とかでねこんな感じになったらしいです。で今日はねどこ行くかっていうと、アンダーグラウンドシティって、ね、地下都市があるんですよね。でそこの地下都市のね生活様式とかどんな感じになってるのかっていうのをね実際にね見に行こうと思ってね、今から見に行っていきたいと思います。じゃあねバス乗り込んでいきたいと思います。はーい、バイバイ。カパドキア、カパドキア、あ、いやいや東京、大阪、大阪カパドキア、カパドキア、大阪、大阪です。大阪関係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 、大阪行ってきます。僕は今ねネフシェルっていう町に到着しました。ここでねまたちょっとだけ待ってデリンクヨっていうバスがね来るのを待ちたいと思います。でここはねもう町になってますね。多分ご飯とか食べるんやったら僕が泊まってるギョレメとかよりもね普通に良さそうな感じしますね。って感じでね雨の中待ちたいと思います。カパドキアにはね2つアンダーグラウンドシティがあるんですよね。カイマクリとデリンキルってとこで、デリンキルってとこ行こうとしたんだけども、そのままねカイマクリのバスが来たからカイマクリ行くことになりました。そんな感じで行きます。今ねカイマクリのアンダーグラウンドシティね到着しました。中の方にね入っていきたいと思います。めちゃめちゃ寒いね、やばいな。ここね、あのね、高地で標高1000メートルなんですよ。だからね、もう基本的にね、他の地域よりも寒いんですよね。で、ちなみにさっきまでおったところ、さっきね、昨日までおったところとかあったら10度とかやったのに、ここもうね、朝一とか3度とかなんですよ。今もね、6度とかでもう、マジ寒いっす。開幕には、ね、地下街に到着しました。ちょっと歴史的なことを言うとね、紀元前1500年にここに建てられたらしいんですよね。で、なんでかというと、まあ、風雨が強かったりとかして掘って掘って作ったらしいんですよね。ここにはね、2万人ぐらいの人がね生活をしてたらしいんですけど、特にひどかった時がね、キリスト教徒の人がねここにはいっぱい行ってたらしいんですけど、その迫害が受けてね地下に地下に逃げていったらしいです。で、マックスなんかね18階まであるらしくて、地下ね80メートルぐらい掘っていってるらしいです。すごくないですか。ちょっとね中見ていきましょう。ここにね入っていったところに部屋があるんですよね。部屋、多分ねこの中に入って生活してたんですよね。とか貯蔵庫なのかな、詳しくわからないんやけど、そんな感じでねなんかね現地の生活がイメージできるから楽しいですよね。こういう遺跡とか昔の生活っていうのが、ここにね下にねもうガラス張ってあるけどね、こんな感じで中入っています。面白い、やすごいねこんな感じよ。ここでも何か生活してたんですよね多分。うわーかっこいいな、地下ですよ地下。あーすごい、これ迷子になりますね。すごいよね、めちゃめちゃ細い道がね、細い道がめちゃめちゃ細いですよ。僕の足ギリギリですよ、こんな感じ。頭もね、こうしゃがみながらないといかれへん状態で、もう頭落ちますよね。こんな感じ。すごいね、生活ですよ。で、ここがね、ご飯の貯蔵庫だったらしいです。この辺がね、なんかって書いてあった。うわぁ、これね、すごいです。これすごくないですか。ここでね、なんかたな、ここ食べ物とか置いてあったちゃうわ。ここはチャーチやな。ここにはね、チャーチあったら教会がねあったらしいです。ちょうどキリストの趣はもうないけどね、そんな感じですね。森の階段ですね。ちょっとこれ斜めになってて怖いな。結構ね、お滑る滑る。結構難易度高いでしょ。もう坂ですよただの。頑張って登ります。これ釣れるんですよね、砂やから。
っと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 、狭いな、ここ普通に真っ暗だ。真っ暗だよ、すごいよこれ。真っ暗じゃないけどすごい、どんだけ進ませるのよこれ。これ日本人まで行くとさ、欧米人きついっしょこれ、降りていくのやばっ。真っ暗です。今ね、真っ暗です。一回ね、携帯の電気消してみます。はい、こんな感じ。何も見えない。そんな感じなのよ。ちょっとね、奥行ってみます。これ、閉所恐怖症の人とかマジ無理やろな。狭っ！これさ、地震来たらもう一発よ。え、待って、これ入る系？肩さ、もうぶつかってるよ。もう今ね、ちなみに今ね、なんていうかな、わかるかな、もう壁ギリギリなのよ。まあなんせ、進んでいこう。ガンガン肩とか当たってるけど、もういいや。なんもないんかい。なんもないんかい。ペットボトルしかないんかい。さて。はあ、何もなかったね。こういうのもなんか昔はね、使われてたんでしょうね。何に使うのこれ。中には何も入ってないぞ。穴あるんですよね。すごいよね。歴史やな。みんなここで現地のね、何千年、すごいよね、何千年も前はこういうところでほんまにリアルな生活を送ってたわけですよね。趣深いねこれね。このね、自分で想像するのが大好きなんですよ。これこんな感じだったんかなとかって。ああ気持ちいい。今からね、この地下道というか地下の道をね、どんどん進んでいきます。すごいです、ここの道。ここの道すごいですよ。すごくない？超長い、めちゃめちゃ長い。まあこっちに行ったらまだ生活様式がね、みんな生活してたんやろうし、またね、下降りていくとここで生活して上がっていってやってるんやろね。こっち行こう。なんかね、探検ですよね。ほんま。すごい、どんどん降りていきます。頭を使うね、普通にしゃがまないとダメです。同じような感じで、全部ね、部屋みたいになってますね。貯蔵庫みたいなのと部屋みたいなのと全部同じやな。よいしょ。なあ、一緒やな。はあ、いやー、めちゃめちゃ楽しいね。ちなみにね、この中をね、ちょっとだけカビ臭いんですよね。やっぱ湿気もちょっとあるからね。うん、ちょっとあの冷蔵庫の臭い匂い、ちょっと臭い匂いするね。さ、響く、すごくないですか。めちゃめちゃ響きますよね。これだから現地、昔ね、そう、何千年前ってめちゃめちゃうるさかったですよね、この中って。だって今軽く喋ってるだけでめっちゃ響くんですよ。数千人から1万人単位でね、人がいてたわけです。すごいですよね、なかなかね。好，来来来。アジア系の観光客がね、増えてきました。
ちょっとだけね、うるさくなりそうです。まあね、僕いいです。もう帰るとこなんで。僕はもう帰るとこだからね、終わりです。はいって感じで、買いまくりこんな感じで面白かったです。なかなかね、現地の歴史と現地のね、暮らしっていうのが自分の中でも想像できてね、めちゃめちゃ楽しかったです。ちょっとね、僕が観光した時はね、人が全然おらんくてよかったけど、人もね、増えてきたらちょっと静かにはできないからね、それがちょっとね、嫌なところだけど、あとはね、この買いまくりも、見れるとこもね、全然限られてるらしいんですよね、聞いたら。うん、なんか最初にね、80メートルまであるって言ったじゃないですか。80メートルあるけど、まあ観光客はね、入れないらしい。作業をしたりとかしてて、まだまだ発掘段階らしいから、そんな感じでした。いやー、楽しかった。自分、なんかね、新たなね、紀元前の歴史もね、触れれてよかったです。って感じで、ちょっとね、外出ます。はぁ、外ね、今は涼しい。多分ね、5分後めっちゃ寒いけど、よかったね。てか、雪が積もってるんですよ。見てください、雪。そんな感じなんですよ。そう、もう、雪ですよ、トルコは。マジか。てかね、僕ね、個人的にはね、この外のね、この感じの方が好きです。中もね、すごい綺麗だったんですけど、僕はね、こっちの方が好きです。この感じ。わかります?崩壊してる感じ?もう、昔って感じのね、こっちの方が好きなんです。ちょっとね、地下都市から上上がったね、穴ぼこがあったりとか、上にね、なんかね、上がれそうなんですよね。上にね、上がれそうだから、あそこ、ちょっとね、上上がってみます。すごいですよ、こっち。ここからね、カイマクリが一望できるわけですよ。すごいね。めちゃめちゃ寒い。ちょっとね、向こう行きましょう。ここからね、カイマクリがどんだけ小さい村か分かりますよね。めっちゃもう、あんまりないですよね。そこにちっちゃい家がちょこちょこあって、あっちにもね、家がちょこちょこある感じで、もうね、あんまなんもないですよね。ちょっと待って、マジ、ちょっと待って、寒すぎる。寒すぎるんだけど。あ、ここゴミすごい。なんで?ゴミすごくないですか、ここ。なんでやねん。みんなゴミ捨てとんか、ここに。なんかね、ゴミの塊がいっぱいあるな。そうなんか嫌やな。これがリアル?でもね、こうやってなんかあちこちね、一望できるのはすっごい素晴らしいですね。正直ね、地下はね、めちゃめちゃ狭いから、見えんこともないんですけど、あんま好きじゃないというか、このね、これが好き、この感じ。このなんていうの?もう、自然。もうこの大自然って感じがね、すっごい好きなんですよ。髪の毛変やけど。熱いよ。はあ、手がもうね、すごいかじかんでます。てな感じでね、買いまくり、これにて終了です。ちょっとね、あんまね、村もね、見ることなさそうやからね、ちょっとね、市内地の方に戻りたいと思います。これ見てください。これね、スライディングドアって書いてあるんですよね。こう、スライドさせて、閉めてたわけですよね。すごいよね。さっきのね、地下にあった、置いてあるやつは、あれで閉めてたよね、ドアとして。うわー、ローマやな、ローマ。昔のローマ出てきましたよ、頭の中に。そんな感じですね。まあね、ネフシェルに戻ってきました。これ、ね、チキン頼んだけど、すごくないこの量。やばいね。ほら見て、この量。チキン見えます?これすごくないですか?この量、パンパンに入ってる。You want? Hey, thank you! おー! おー! おーす! 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 That's! そんな感じでございます。ギョレベね、高いのよね、やっぱ観光地やからね。肉全然入ってへんし、パサパサして美味しくなかったんですよ。あんま、すごいね。これでさ、200円、この量入って肉パンパン入って、これね、ギョレベで食べたら、これの肉半分で350ぐらいするんですよね。ちょっと考えられへんよね。もうなんかね、あちこち観光地以外も来てるからね、観光地来たらちょっとやっぱ高く感じるんだよね。
大量に入りすぎてる。今日ね、今日はこれ食ったらね、宿に帰ってね、休みたいと思います。ちょっとね、まだ風邪治ってないから、風邪ね、しっかり治したいと思います。じゃあね、この辺で終わりたいと思います。